イゴールデニソフは、ロシアサンクトペテルブルク出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはミッドフィールダー。より、ロシア語読みに近いイーゴリデニソフとも表記される。2001年、FC ゼニとサンクトペテルブルクのトップチームに昇格。当時は、フォワードとしてプレーをしていたが、後に、ミッドフィールダーにコンバートされ、数々のタイトル獲得に貢献。 UEFA カップ2007から08決勝戦のグラスゴーレンジャーズ FC 戦では先制点を挙げチームの優勝に貢献した。2010年12月22日、その年のロシア年間最優秀サッカー選手賞を受賞したダニーやフルカブのビアチェスラフ・マラフェーフを抑えてファンが選ぶチーム MVP に輝いた。2011から12シーズンのロシアプレミアリーグは 夏季リーグから冬季リーグへの切り替えを行ったため、44試合の長丁場となった。デニソフは40試合に出場し、リーグに連覇に貢献。2011から12シーズンのロシアプレミアリーグ最優秀選手に選出された。2013年6月、FC ジマハ8から移籍したが、ンジの財政縮小の影響を受け、8月に、 チームメイトのユーリジルコフとアレクサンドル・ココリンと共に FC ディナモモスクワに移籍した。2019年5月27日、双方合意の上でロコモティフモスクワとの契約を解除し退団。29日、代理人を通じて現役引退を発表した。U-21 代表のキャプテンとして活躍した。あと、2005年10月8日のルクセンブルク戦で。 ロシア代表初招集された。二度目の招集は2007年3月24日のエストニア戦。前述の2008年の UEFA カップ制覇に貢献したことで UEFA ユーロ2008の暫定メンバーに選ばれたが、レギュラーではなかったため辞退した。同年10月、1年7ヶ月ぶりに招集され、ドイツ戦でデビューを飾った。以降はレギュラーとして活躍し、 UEFA ユーロ2012ではエントリーメンバーとして選出された。2012年9月7日、ファビオ・カペロ体制からはアンドレアルシャビンに代わってキャプテンに就任している。ありがとうございます。